よいしょ。はい、今日はですね、12ボルト、お宝ですね。まああんまり台数たくさん当時作ってないと思うんですけどね、12ボルトのこれ弁慶1200です。残念なことにね、弾が1本フラッシュしちゃったんでね、手持ちの新しいのを1本交換しました。全体的にちょっとパワーが下がっちゃってるので、GM が下がっちゃってるんでね、アイドリング下がってる分ちょっと調整してね、上げたりバランスというかやりました。これでもう限界って感じです。まあ、これ以上上がるんですけどね、これ以上やっちゃうとまた弾の寿命も影響してしまうのでね、その辺の兼ね合いで、この辺かなっていうところに、今落ち着いたとこです。これスーパー変調だね、弁慶もね。ガラス管は長時間の、ヒートに耐えられる、まあ、熱に弱いっていうかね、あ、焼けたところで振動ドンってこうやるとすぐこう弾がねこうなっちゃったりとかしますので、ほどほどのところに上げて、調整しました。こんな感じ。よいしょ。ちょっと私のところ12ボルト弱いのでね、もうちょっといけると思います、ピークでね。いけると思います。散々ちょっと今日いじってたんですけど、やっぱここまでかな。もうちょっと上がるんですけどね、やるかな、よすかな、悩んでちょっとここで止めてあるって感じですね。はい、これでちょっとオーナーさんに戻そうかなと思います。珍しいですね、12ボルトもね。よっこしょ。この後ろにね、でっかいヒューズがついてますけどね、ブレーカーみたいなね、という感じで、おなじみの8本玉ですね。12ボルトなんでね、これトランス3個入ってますね。24ボルトは2個なんですけれどもね、これはトランスが3個入ってますね。そんな感じでございます。後でちょっと連絡をいたしますということで。